はい、皆さん、こんにちは。スケンソーチャンネルのキュンです。前回の動画でね、あかりちゃんにね、育成の基本教えてもらったんですが、なかなか強い馬娘がね、できなかったんで、まあ、自分なりにね、いろいろ調べてみると、どうやらね、この、継承馬娘の、因子というのがすごい重要なんだということにね、気づきました。で、ちょっとね、フレンドさんのね、馬娘からいるんですが、はい、このような感じで、スピードがね、星3の因子が3つ入ってます。オペラ王と継承元にね。で、こうなるとどうなるかというと、ここのね、スピードが、もりもり、もう最初の時点で63プラスされます。で、継承イベントっていうのが3回、ありますんで、スタート時、4月2回。で、このスピードをね、全部取ることができたら、このね、1頭だけで180強のね、スピードが漏れるという、強力な、仕様となっています。で、どうやったら、その、因子をね、多く取れるかというと、そこで関わってくるのが、この、相性。相性20丸だったら、このね、強力な因子を多く取ることができます。で、あとね、それで強い馬娘ができた時ですね。で、この、育成した馬娘自体の因子にもこの相性20丸っていうのは深く関わっています。で、もちろんね、このね、能力であったりとか、あとは競争成績、総合評価なども多くね、関わっているんですが、とりあえずこの相性20丸に越したことはないという感じですね。で、この相性20丸をですね、常にね、出しつつ育成していくっていうね、因子ループっていう育成方法があるんですが、こちら多分ね、多くの方がね、ご存知だと思うんですが、ただね、ちょっといろいろ調べたんですけどね、バリエーションがね、少ないんですよね。で、僕このね、ライスシャワーがすごい好きで、もう原作でもね、すごい好きだったんで、好きだったっていうか好きなんで、このライスシャワーを使って因子ループがね、できないかといろいろ試してたら、ある一定の法則をね、見つけたんで、今回そのね、因子ループを作る法則っていうのをね、紹介したいなと思います。はい。で、ちょっと待ってね、この因子ループチェック表っていうのを作ったんで、こちらの方でね、説明していきたいと思います。で、まあ、因子ループっていうのはね、基本的に4頭の馬娘で、順々にね、育成して、で、一番最後の馬娘を育成したら、また最初、今回だったらここライスシャワーですね。ライスシャワーに戻るっていう育成方法です。で、これ常にね、相性が20丸になるっていうね、方法なんで、これがね、結構強い。で、これを続けていると、さっきのね、テイムオペラをフレンドさんのね、やつみたいにね、ここのね、継承元っていうか、継承馬娘の星もね、3がついて、全部星3の馬娘が作れるっていう形になります。で、なんでね、そんな20丸になるのかっていうと、ここでね、配合的にインブリードします。で、インブリードっていうのは何なのかと言いますと、同じ馬娘を配合内に2頭入れること。これがインブリードになります。で、ただしですね、ここのね、A2 つ入ってるんですが、この継承元ですね。これが継承馬娘。継承馬娘の親。継承元。ここの下でね、2頭重なっても効果は現れないようです。ね、だから継承元と、継承馬娘。ここで同じ馬娘を配合することによって相性を底上げするっていう効果があるみたいですね。はい。なのでこういう感じの配合で4頭作っていくと常にね、インブリードも行われて相性がいい状態で育成し続けるっていうのが因子ループになります。で、ここにね、4つのチェックポイント発見したので因子ループが作れるかどうかのチェックポイント。これをね、実践していきたいなと思います。で、まずですね、1番、育てたい馬娘と相性のいい馬娘を5頭チェックしていくっていうのをやっていきますね。で、今回はライスシャワーを育てたいので、
ライスシャワーを選びます。カミカミだな、今日。で、ここでね、注意していただきたい。っていうか、やってもらいたい。っていうか、やるべきことはですね、相当を選んでいただいて、で、ここでいろいろ選べるんですけどね、ここで相性ボーナス、こちらにチェックを入れて、OK してください。こうすることによってね、相性のいい馬娘がピックアップされていきます。で、ここから上位ね、5頭選んでメモってってください。で、今回はマヤノトップガン、エルコンドルパサー、エアグルーブ、ゴールドシップ、で、スーパークリック。こちらで5頭ですね。これをまずメモしておいてください。で、次はね、その2ですね。で、ライスシャワーと一番相性のいい馬娘と相性二重丸になる組み合わせをチェックしていきます。で、今回だったら、ライスシャワーと一番相性いいのはこの5。マヤノトップガンですね。このマヤノトップガンを育成馬娘に次は選びます。はい。こんな形ね。で、1頭目の継承馬娘を選んでいただいて、一番ね、相性のいいゴールドシップ。ここにあるね。これを選びます。で、2頭目も選びます。で、ここで二重丸になる組み合わせをチェックしてってください。で、今回はね、スーパークリーク。で、ウィニングチケットいるんですが、先ほどのね、ライスシャワーとは相性悪かったので、これは省いてください。で、当然ライスシャワーは入っています。ここ、待ちかね福来たるいるんですが、先ほどの5頭に入っていなかったので、省きます。ダイワスカーレットもそうですね。で、エルコンドルパサーとエアグルーブ、さっきいたんですが、この組み合わせだとね、丸にしか両方ならないので、こういう場合は、相性のいい5頭から外してください。で、外すと、残ったのは、マヤノトップガン、ゴールドシップ、スーパークリック。こちらの方で、因子ループができるか、さらにチェックしていきます。で、育てたい馬娘と一番相性がいい順に、A から配置していくっていう作業に、次入っていきます。よいしょ。で、まずね、一番相性の良かった、マヤノトップガンを選んで、で、選んでいただくと、このような感じで、相性順に出るんですが、一番相性がいいのが、ゴールドシップ。で、次がスーパークリーク。で、今回育成したいライスシャワーが一番下に来ているので、こういう場合はですね、C。この表で言うとこの、ちょっと変えようか。この表で言うとこの、ここの C ね。ここに配置してってください。で、今回はですね、ライスシャワーが育成したい馬娘なので、このループチェックシートも、このような感じでね、育成したい馬娘ライスシャワー。で、A の、継承、B の継承の後ろ。まあ、父、母っていう感じがいいのかな。こういう風にしてください。で、今ね、C にマヤノトップガンを配置したので、ここのね、C のとこにマヤノトップガンが入ります。で、続いてなんですが、続いて相性の良かった馬娘、ゴールドシップですね。ちょっと分かりにくいからもう一回やってみようか。はい。一番相性が良かったのが、マヤノトップガン。で、ここの、エルコンドルパサーとエアグルーブは省かれてるので、次来てるのはゴールドシップですね。ですので、ゴールドシップを選択してください。で、選択したらもう一番最初にね、ライスシャワーが来ています。なので、ライスシャワーとも相性がいいし、ゴールドシップとライスシャワーも相性がいい。これが一番ね、相性のいい組み合わせなので、この相性表の A の方にね、入れてください。で、そうなると必然的に、スーパークリークは B に配置されます。ちょっとスーパークリーク選んでみましょうか。そう、スーパークリークも一番相性がいいのがライスシャワーなんですが、先ほどの理由でね、ゴールドシップの方がライスシャワーと相性が良かったので、こちらは B に配置されます。で、最後ですね、その4。すべての組み合わせが二重丸になるかどうかチェックしていきます。まずライスシャワーを選んで、この表の通りにマヤノトップガンとスーパークリーク。そうですね。こちらは二重丸になってます。これで OK。で、続いてはですね、ゴールドシップを選んでいただいて、で、ライスシャワー。
が1投目で、2投目がマヤのトップガン、こちらも相性20丸ですね。こちらで OK で、続いてはスーパークリークです。スーパークリークは表の通りに打ち込んでいくと、ゴールドシップが1投目、2投目がライスシャワー、こちらも相性20丸、こちらも OK で、続いて最後がマヤのトップガン、1投目がスーパークリークで、2投目がゴールドシップ、これもね相性20丸。はい、でこれでね、まあ一応因子ループがね、この4とでできる可能性が高いっていうのが証明されました。でまあこれね、ちょっと紛れもありまして、伝承元の馬娘っていうの影響もあります。で伝承元馬娘って何なのかと言いますとですね、例えばこのスーパークリークね、どこだ、あこれか、このスーパークリーク選んでたんですが、この相性が下の方のスーパークリーク選んだ場合ですね、このようにゴールドシップでも相性丸になるパターンがあります。でなんで相性丸になるのかというと、ここのね継承元の馬娘が相性が悪い場合、相性が二重丸にならないっていうパターンもあります。でこういう時はですね、この因子ループチェックシートの表通りな馬娘スーパークリークね、こちらを一回育成していただいて、二重丸になるかどうかチェックしていただく、ちょっとね手間があるんですが、うん、でこの相性二重丸丸っていうのもただ単純に決まってるわけではなくて、多分内部的なねデータが設定されてまして、でこの継承元のね相性であったりとか、まあ先ほど言ったねインブリードですね、よいしょ、ちょっとここ変更しましょうか、相性いい方にね、はい、インブリード、これだとねここと、あこことここは関係ないんですけど、ここですね、ゴールドシップが、相性のいいゴールドシップがインブリードしているので、これでね底上げされてるっていう感じですね。でこの二重丸っていう括りの中でも、おそらくね相性のいい悪いっていうのはあると思います。ただそれがどれだけね因子のね獲得とかにね影響を及ぼすのかはちょっとねまだ調べれてないっていうか、まあまあまだわかんないっていう状況ですね。はいはい、ということでね、今回はですね手持ちの馬娘の中からね因子ループが作れるかどうか調べることができるチェックシート、そのね方法を紹介させていただきました。まあねこれを使ってね、ぜひぜひ皆さん自分オリジナルのね因子ループ探してみてください。今回の動画が面白かったとかねためになったっていう方は、高評価チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。で今後もね馬娘のねこういう攻略動画上げていきますので、よかったら引き続き応援の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。